朝の5時ですけど、雨がすごいひどいですね。めちゃくちゃ中まで音が聞こえるレベルで、なんだろうね、この豪雨続きは終わったと思ったのに、またひどそうな雨が降っております。めっちゃゴーゴー言ってる。朝食です。白飯と味噌汁とニンニク味噌と卵と納豆です。あ、もう今回ご飯いい感じですね。あの1合とちょっとぐらいで本当に水やりました。もうね、なんか昨日とかめっちゃご飯が緩くてとか多分水が多くて、もう気持ち少なめでやったんですけど、気持ちじゃダメですね、ちゃんと少なくないと。これ 1.5 合米やったんですが、わかった、多分米この前新しく開けたからだ。多分新しくあの袋から出した米ってちょっと水少なめでやらないと、あのあれなんですよね。多分それ忘れてやってたから昨日のはちょっと緩かったのかもしれない。まあ今日はもう本当にね、あの米 1.5 合入れて、水をもう1合ちょっととかで、もう本当に気持ちじゃなくてちゃんと少なく入れたら、あの硬さがいい感じになりました。よいしょ。ああ、うまい。いや、なんてタイミングの悪い、家から出てきた瞬間ポツポツ降り出してきたっていう、うわ。ということで本日はなんとね1時間だけで終わるんですよ。しかも始まるのが遅くて10時半ぐらいから始まるんで、今10時くらいですが、ちょっと朝ゆっくり家を出てさらに12時前に終わるっていう、やばい。今日はなんで本当に1時間2時間ぐらいで終わるんで、ちょっと行ってきます。雨降ってますが、すごい蒸し暑い、蒸し暑すぎます。よし、ということで終わりました。現在時刻12時、マジで一瞬でした。ということでちょっと今日は昼時間があるんでね、あそこのこの東口のあそこの3階4階かどっちだろうのスタバでちょっと一服していきたいと思います。てかあそこのねスタバちょっとピンポイントで、あのあそこのねこのヨドバシの新ビルの工事が見下ろせるんですよ多分。だからちょっと近いうち行きたいなって言ってたんですけど、ちょっと今日はスタバに昼飯になるか分かんないけど、スタバにちょっと行こうかなと思っております。スタバね前結構行ってたんですけど、なんか一人暮らし始めてからなんかほとんどあのコーヒー類自分で作れるようになってしまったんで、あの全然行ってなかったんですよね。何飲もうかな、せっかくだから家で作れないような作るの難しそうなやつを飲みたい。あ、そしてすごいなこの進化度。もうこの駅の間近までていうかもう駅のとこまで伸びてますね。うわ、あとこれ上に行けばほぼ駅とつながったようなもんですよね。ここのデッキはつながったのかな。このデッキもね、この今白い工事の壁がありますけど、ここ全部あのデッキになってあそこの建物とつながるらしいんで、ちょっと楽しみですね。この東口のエスパルに来るのが久々だな。そういえば東急ハンズってなんかカインズと合併したらしいですよね。どういうあれなのかちょっとよくわかんないけど、そう、そこにノースフェイスがあるんですよね。ノースフェイスすごい大好きだから仙台住んだら買いたいなと思ってたんですが、予想外にね、してる会社お金かかるんでノースフェイスなんて買う余裕がない。
ノースフェイスを見てっちゃおう。買わないけど、結局ね1時間ぐらいゆっくりしてしまいました。よかった、久々にスタバ、なんだっけ、ほうじ茶じゃない、抹茶ティーラテっていうのをいただきました。めちゃくちゃ美味しかった、そして雨やばそうだな。ちなみにね、駅から帰ってる時からずっと友達と通話してて、過去最長の多分4時間ぐらい通話してたんですよね。いや、1時半ぐらいに通話始めて、今5時半っていう、4時間ぐらい通話してましたが、今ちょっとご飯を炊いておりますので、こいつが炊き終わったらちょっと、夕飯作り始めます。それまでちょっと昼寝、疲れたんで。それでですね、ちょっとあの後ね、ちょっと風呂入った後ね、爆睡してしまいまして、なんと今、12時半でございます。ということで、ご飯もね、これ、8時間も経っちゃったんで、ちょっと夕飯を作ろうかなと思います。今日は、こいつにします。クックドゥの、麻婆豆腐。あ、麻婆豆腐じゃ、あれ麻婆豆腐じゃねえわ、これ。麻婆豆腐取ろうと思ったら違うって言っちゃった。ありました、麻婆豆腐。どんな感じで作るんだろうね、これ。何が必要なの？豆腐と、あ、ひき肉ないわ。どうすかな？豆腐しかないんですけど。結局ね、唐揚げにすることにしました。今日はね、ちょっとこの状態だとちょっとわかりにくいかもしれないですが、一口サイズの唐揚げにしてみました。なんかこの前ちょっとデカめにね、切ってみて、まあそれは良かったんですけど、やっぱちょっとなんか中がね、なんかちょっとつまらない感じだったんで、ちょっと今回はなんか小さめで、ちょっと小さめというかもう一口サイズぐらいに、カットしてみました。ではちょっと今、味付け置き中です。本当はね、これ、前までやってなかったんですけど、付け置きした方がね、味しっかり染みるんで、ちょっと付け置き中です。と、この、肉つけてるうちにタルタルソースを作ってみました。卵と、玉ねぎと、マヨネーズと、塩コショウ。さあ、どんな感じなの？唐揚げにつけたら絶対美味しそうなんですけど。この前ちょっと衣つけすぎたんで、衣の量気をつけないといけないですね。よいしょ。ほら、本当にね、本当に一口サイズで作ってみてます。うわー、めっちゃいい感じだ。大きさ正解かもな。この大きさの方がいいかも。よし、完成しました。こんな感じです。どうでしょうか。めっちゃうまそう。そしてタルタルはこんな感じですね。サイズも本当に一口サイズ、ほら、こんぐらいのサイズで作りました。ちょっと衣が乗りすぎてるところがあるけど、あ、うまい。めちゃめちゃうまいですね。これは大成功だ。なんかこれも意外になんかちょっと玉ねぎが大きすぎたかなって気がするんですけど、タルタル感は出てますね。本当はこれね、自分スクランブルエッグでやっちゃったんですけど、本当はゆで卵でやった方がいいらしいですね。で、玉ねぎももうちょっと細かく切った方が良かったんですけど、これ冷凍してある玉ねぎをちょっと電子レンジで解凍して切ったので、うまく細かく切れなかったので、生の玉ねぎをしっかり使った方がいいなっていうのと、で、やると多分タルタルにもう少し近づくんじゃないかなというふうに思いますが、まあ十分なんか調味料になります。美味しい。
タルタルソース意外に作りすぎたかと思ったけど、意外に食べちゃいますね。